はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。今回は敏感気質は生まれ持ったものについてお話ししていきたいと思います。大半の子供は生後半年ぐらいから1歳までぐらいは人見知りで、そして2歳頃には物事のやり方にこだわるようになると言われているんですね。小さい子は大抵大きな音とか、両親と離れることを嫌がりますよね。あとはほとんどの子は、またその怖い夢とかも見ていると言われています。またですね、引っ越しをしたとか妹ができたとか弟ができたとか、そういったようなですね、生活環境の変化の後に敏感な気質になっていくという子たちもいるんですよね。その怖がったりとか、しだしたりとかですよね。そういった場合はですね、そういった子は、HSC の可能性はそこまで高くはなくなるのかもしれないと、アーロン博士は著書の中でそのように語っているんですね。これは HSP の気質は、そういった後天的に、出てくるものではなくて、生まれ持ったものだという考えがあるからなんですね。 HSC の反応は、生まれた時からほぼ一貫していると、言われているんですね。なのでそういった何かこうきっかけがあって突然敏感気質になるという突然の変化のようなものではなくて、生まれた時から、そういった気質のある部分が出てきているということが挙げられているからなんですね。 HSC はそうではない子どもと比べて、目立った反応などもしますが、それは HSC の子どもにとっては、正常な範囲内の反応であったりとか、その他の行動も平均的なんだと言われているんですよね。ただHSC はその人だけではなくてですね、環境も自分がよく分かっているものに接したがるという部分もあるんですね。例えばですね、幼い時学校ではとてもおとなしい HSC の子が、家に帰ってきて、こう心がね緩んでリラックスしていて、親しい人に接するときはですね、よく喋るとか、そういった行動もあると言われているんですね。私自身ですね、大勢の中では人の表情、声、またはそういった活気に圧倒されやすかったんですね。そういった大勢の人がいる中で、自分自身というものをうまく表現するということが、不得手だったので、そしてそういった、自分のことをうまく、こう表したり話したりすることができなかったんですよね。周りのその相手の状況とか、環境に合わせるということが、とても苦手だったという部分があると思っています。そして特に、修学旅行とかそういった集団行動が、とても苦手でした。これは一斉にお風呂に入ったりとか、一斉に食事をしたりとか、あとは一斉に、そういった寝るとかですよね。そのみんなと一緒のことをするというのが、とてもこうストレスがかかるというかですね、それは、HSP の、人だから限ったことではないとは思うんですが、特にそういった敏感気質の方はですね、そのいろんな人の気とか、その人が発しているその、動きとか、あとは言葉とか、意識とかの、考え方のこととか、あとは、雰囲気とかですよね。そういったものに反応をしてしまっているんですよね。こう脳のそういった扁桃体という部分の働きが強いので、そこに関係する神経回路も、一緒にこう敏感に働いているので、人のそういった部分を強く、あらゆる情報を一度にキャッチしたりとか、
まあ、そのことでいろいろこう考えてしまったりとか、まあ、そういったことが影響しているからなんですね。なので私はですね、その時ですね、修学旅行に行った時は一人で抜け出してですね、こう誰もいない、個室のトイレとかで、少しこう気を落ち着かせたり、していました。そのようにですね、外部からある、刺激情報に対して、こう環境を変えて、遮断するというか、その情報をシャットアウトすることで、まあ、そのようにこう自分自身をこう落ち着かせていたというふうに思います。まあ、こう自分自身がこう、あらゆるところにこう敏感なセンサーがこうパッパッパッとこう働いているのをこうしぼめていくというか、そういう感覚に、なれる場所が、まあ、そういったトイレの個室とかだったんですよね。またその HSC は必要な時にはですね、少しは気が散るものから、まあ、意識をそらすということもできるんですね。ただその意識をそらすという、この動き、そこの部分に対してですね、多大なエネルギーを使っていて、まあ、そのことによって、疲れてしまったりとか、まあ、動けなくなってしまったりとか、考えがこうできなくなってきてしまったりとか、まあ、そういったことが起こるということなんですよね。HSC はその動揺している自分の内側の気持ち、そこからもこう刺激を受けていて、さらにその外からの刺激を受けている場合もあるんですね。そうなるとですね、こう挟まれている状況になるんですね。自分の刺激と相手の刺激と、その両方の刺激から自分自身がこう、まあ、サンドイッチされているような状態になっていると、さらにこう圧倒されてしまって情報の多さに、それで調子の狂ってしまった振る舞いをしてしまったりとかすることもあるんだよと、まあ、アーロン博士はその著書の中でも語っていたんですね。なので子供がこのような気質を持ったままですね、そういった、集団生活とかの環境に、まあ、溶け込んでいけるように、する、まあ、支援をしていくのが、周りができることなのかなとも思いますよね。しかしですね、その敏感気質をですね、ひとたびですね、こう病気のように扱ってしまったりとか、ただこう問題だというふうに見てしまうとですね、それを治そうとか、あとは、まあ、取り除こうとか、あとはそうですね、隠してしまおうとか、まあ、そういった行動は一時的には、まあ、変化があるかもしれないんですが、長期的な目線で見るとですね、まあ、そのトラブルを招きやすいですよということになるんですね。なので、まあ、その子どもの持つ、その気質をですね、周りがそのことに対して、まあ、知識を得たりとか、まあ、そういった HSP に対しての、理解を深める、場とかに行って、まあ、その情報を得て、まあ、そういった可能性のある子どもがいたんであれば、じゃあどのように接していこうかなとか、まあ、どういった環境づくりが、いいのかなとか、まあ、そういった部分に意識を向けていけると、その子自身も生きやすくなったりとか、またその周りもそういった環境の、準備ができたりとか、まあ、そういった部分が、変わってくるのかなとも思うんですね。はい、今回はですね、敏感気質は生まれ持ったものについてお話しさせていただきました。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。